ビオフィルミン製薬の提供でお届けします。今日は皆さんから腸に関する質問を事前にインスタグラムで募集してまして、それにビオフィルミン製薬の方からお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ビオフィルミン製薬の加計野と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。では早速第1問目ですが、腸内環境が良いの定義は何でしょうか？その腸内環境が良いというのは、善玉菌が優勢な腸内環境の状態のことを示しています。善玉菌の他には何かいるんですか？他に悪玉菌という体に悪い働きをするものと、日和見菌という多い方の味方につくよという菌がいます。なんか悪玉菌をこう全部取り払った方が良さそうなイメージするんですけど、そんな感じじゃなくって？あ、そうですね、あの3つがバランスを取ることが大切で、悪玉菌も決して悪さばかりしてるというわけではないので、ある程度は必要になってきます。なるほど、はい、では質問2つ目です。腸内洗浄で腸内環境は良くなるのかと。実はあの腸内環境を荒らしてしまうこともあるので、あんまりおすすめはできないんです。一度腸内環境の中の腸内細菌を失うと取り戻しにくいので、できるだけ維持したり、こう多様性を保つために増やしたりとかっていうことを心がけることが大切です。なるほど。味噌汁やオートミールは腸内環境に良いのでしょうか？ここはぜひ皆さんに知ってほしいところがあるので、それと一緒に合わせて説明させていただきます。はい、腸活としておすすめなのがこのシンバイオティクスという腸活になります。でこの中に味噌とオートミールも含まれていまして、はい、まずシンバイオティクスの説明をさせていただきますと、生きた善玉菌を含むもの、例えば乳酸菌とかビフィズス菌とかですね、を含むものをプロバイオティクスと呼んでいます。はい、で善玉菌のその餌になるもの、エネルギーになるものがプレバイオティクスと呼ばれていて、こちら食物繊維とかオリゴ糖が当てはまります。なんか似てるからごっちゃになります。そうですね、プロとプレでプロとプレで名前が似ているんですけども、はい、でこれを合わせるっていう英語で、はい、シンっていうのがあるので、これ合わせてシンバイオティクスと。なるほど、はい、呼ばれています。で味噌は食物性乳酸菌などが含まれているので、このプロバイオティクスの方に当てはまります。なるほど。反対にオートミールの方はたくさん食物繊維が含まれていまして、水溶性とか不溶性とか2種類食物繊維両方含まれているので、こちらのプレバイオティクスという餌の方に当てはまります。あ、じゃあプレとプロがどっちもあって、ちょうどシンバイオティクスになっていると。はい、素晴らしい。そうなんです。でこの発酵食品とかその味噌などの発酵食品はプロバイオティクスに含まれるんですけれども、はい、結構塩分が高いので、そこは取りすぎとかには要注意ですね。あ、その辺ね、結構盲点になりますね。これいいって聞いたからめっちゃ取るみたいな感じにすると、ちょっとまたバランスが良くないという感じなんですね。はい、では次の質問です。はい、成長剤は飲み続けないとダメですか？あ、まさしく、はい、ビオフィルミン製薬から来たので、ビオフィルミンだといいなと思ってはしまうんですけれども、はい、一応どんな製品かわからないので、成長剤一般論としてお答えいたします。はい、成長剤にもよるんですけれども、まあ、症状がある場合は毎日服用しても問題ない成分のものが多いんではないかなと思います。一度あのお手元の製品の公式ホームページなど確認していただいて、毎日飲めるかどうか見ていただくのがいいかなと思います。次も成長剤の質問ですね。成長剤を飲むタイミングはいつがいいのか。ビオフィルミンだったらお答えできるんですけれどもちょっとここはお手元の製品にもよるかなと思うので、はい、その製品の用法用量を守ってお飲みください。この参考情報なんですけれども、食事前だとこの胃酸の影響を受けやすいので、乳酸菌とかそういったものについては胃酸の影響を受けにくいような食後の服用を推奨している製品があります。なるほど。はい、じゃあビオフェルミンの場合も食後に取った方がいいと。あ、そうですね、あちらは1日3回食後に服用とさせていただいてます。なるほど。腸の調子を整えるにはどうしたらいいのかということと、家でできる腸活はありますかと。先ほどのシンバイオティクスも腸活の一つとしてご紹介させていただいたんですが、おすすめの腸活がありますので、こちらをご紹介させていただきます。はい、こちら今注目のビタ腸活なんですけれども、先ほどのシンバイオティクスと同じように善玉菌に1つプラスアルファすることで腸活になるという方法で、こちらはビタミンをプラスするというビタ腸活になります。なるほど。なんか良さそうなイメージがそうですありますね。ビタミンは結構肌とか健康のためにも必要と言われていますもんね。
でこのなぜビタ腸活と言っているかというと、実はその腸内細菌がビタミンを作るだけではなくて、ビタミン自体も取ると腸内細菌を増やすことを助けてくれるので、双方にとって良い関係が築けるんですね。なのでビタ腸活はおすすめです。めちゃくちゃビタミン取りたくなったぜひぜひ善玉菌と一緒に取っていただければと思います。次の質問、生理前に腸の働きが乱れる気がします、関係ありますかと。まず生理前なんですけれども、子宮の収縮を抑制するような黄体ホルモンというものが分泌されるので、それと合わせて腸の蠕動運動も実は抑制されてしまうので、これが蠕動運動が抑制されてしまうと、こう便が押し出されにくくなって便秘になってしまいます。あ、なるほど。で反対にこう生理中になりますと、子宮の収縮を逆に促進するホルモンが出てきますので、腸の蠕動運動も促進されて、で腸の動きがどんどん大きくなっていって下痢になりやすいんですね。自律神経が乱れて腸内環境が乱れるっていうこともありますので、自律神経を整えるという腸活を紹介させていただきます。実はこの自律神経、腸の動きもコントロールしているんですね。リラックスしたりリフレッシュすることが大切なんですね。で例えばこう音楽を聴いたりと、あとはこう好きなこと、筋トレとかもそうだと思うんですけどこうでストレス解消したりとか、で適度な運動、あんまり激しいと多分負荷が大きいので適度な運動とか規則正しい生活、睡眠が自律神経を整えるのにいい、そして腸活にもいいと言われています。あ、なるほど。次の質問です。花粉症と腸内環境は関係あるの？でアレルギーは免疫機能が過敏に反応することで起こるんですけれども、実はこの免疫細胞の7割は腸にある。めちゃくちゃあるやん。そうです、結構大部分が腸にあると言われているので、こう腸内環境を整えることがそのアレルギー症状の緩和に関係しているとも言われています。で一部のビフィズス菌はこうアレルギー症状の原因物質を抑える働きを持っているというのも分かっているので、今後こう腸内環境を整えることで花粉症改善も期待できるのかなと思っています。で他に腸の研究で分かってきていることとしては肌ですね。実は肌は腸内環境を映す鏡とも言われていまして、悪玉菌が作るこう一部の有害物質がこう肌から出ることで、こうニキビとか肌荒れ吹き出物になるんですね。なるほど。なのでここも便秘の方とかは特に肌が荒れやすい傾向にあるんですけど、腸内環境を整えてあげることも肌にいいと言われています。でそしてもう一つ分かっているのがメンタルですね。腸内環境は実はこう気持ちのところも関係していて、幸せホルモンって聞いたことはありますか？はい、あります。実はその大部分は腸で作られていて何でも腸やろ何でも腸が作っているというでこうまあ、ストレスを感じるとこうお腹の調子が悪くなったり緊張したりとかであると思うんですけれども、ここもメンタルの関係が大きいと言われています。で最後肥満、ダイエットをされてる方が多いと伺ったんですけれども、実は食物繊維を腸内細菌が分解するときに、腸内細菌が短鎖脂肪酸というものを作っていて、それが脂肪の蓄積を防いだりとか、エネルギーの消費を高める働きを持っているということが分かってきました。なるほど。今のはすごくね、みんなのモチベーションに腸活のモチベーションになると思います。腸活のモチベーションにぜひぜひ筋トレと合わせてやってみてください。どんな状態が荒れているのかって確認の方法がすごく気になるところだと思うんですけれども、まず一つが、うんちチェック、実はうんちは腸からのお便り、健康のお便りと言われていて、形だったり色だったりとかそういったところをチェックして、今腸内環境どうなってるかっていうのを見ていくことができるんですね。その見る基準をホームページに載せていますので、よかったらぜひご覧ください。でもう一つが腸年齢チェック、こちらは生活習慣とか食事とか、トイレのリズムとかそういったところをチェックのポイントにしていますので、それで自分の年齢よりも高いか低いかっていうのこういうのみんな好きですぜひチェックしてみてください。動画の説明欄からぜひぜひ見に行ってください一番手軽なものとしてはこうおならの匂いでも分かるので、こう臭いとやっぱりちょっと腸内環境が荒れ気味かなと思われるので、ぜひ腸活してみたり腸内フローラを整えることを大切にしてください。はい。